平城旧石大極殿平城銭と1300年記念事業とは、現在の奈良県奈良市付近にあった平城経営の、銭都から2010年で1300周年を迎える、ことを記念して開催された事業。平城銭と1300年祭とも。主催は、奈良県などが設立した平城銭と1300年記念事業、協会。第一次大極殿。 前提平城系歴史館検討支線、復元天島ロバステージ、復元須作門復元工事が進む平城宮、大極殿周辺東院庭園広場平城線と1300年祭は奈良県内県内各地で開催された。平城宮跡会場はメイン会場で、他に県内各地で特別イベントや特別会場が巡るなら事業として開催された。 マスコミ等で、平常1と1300年祭という時は、平常旧跡会場のみを指す場合が多かった。特別史跡平常偶跡を舞台に4月24日から11月7日に開催された。なお、平常旧跡会場は閉幕後は、通常の平常偶跡の営業状態へ戻り、既存の施設である、平常旧跡資料館、移行展示館、スザクモン、 東院庭園と新しく第一次大局殿が加わり現在も無料で一般公開されている。定休日あり平常系歴史館は2011年の4月23日に再オープンし有料で一般公開されていた。2016年6月30日に平常系歴史館は閉館し、今後は平常旧石歴史公園拠点ゾーンの 旧石休憩展望施設として整備される予定である。巡るなら事業として、特別イベントや特別会長のイベントが行われた。当初計画当初は、下記4事業を2010年の1年間を通して実施する計画であったが、その後大幅に変更された。事業の変更平常旧石会場では2010年4月から約半年間。 大局伝前広場を映像等を駆使した大規模な屋外劇場をシンボルに天平の風景を立体映像で疑似体験できる平常京時空間や当時の市場の賑わいを再現し日本各地の名産名品が一大集結する平常京バザール豊かな歴史文化と美しい自然の楽しさを体験できる奈良最時期ミュージアムなど歴史体験型パビリオン10棟を特設する 予定であった。しかし、平城風跡でのパビリオン建設は、文化庁が難色を示したため断念された。その具体的な経過は明らかにされていない。国の2008年度予算案には、平城風跡の国営公園化が盛り込まれており、2008年度から国営公園としての整備が行われる見込みであるが、詳細は未定である。国営公園の開設式は、 平城線と1300年記念事業に合わせて2010年春に行われる予定である。2008年2月に公表された新実施基本計画案では事業規模を大幅に縮小し、記念祝典を中心イベントとすることとされた。平城系歴史館と四季のなら館の2館が建設されることとなったが、これらの施設は国営公園事業の一環として建設され、 記念事業後も存続するもので、奈良市ではパビリオンではないと説明している。語る、楽しむ、作るの3つの視点で、多くの主体の参画を得て、多種多様なイベント展開を目指す。当初計画総事業費から300億円資金調達の、問題100億円超の民間資金を予定していたが、思うように集まっておらず、事業の全体像がどうなるかは、不透明である。 2008年2月の実施基本計画案総事業費から100億円程度2008年2月に公表された新実施基本計画案では総事業費が約3分の1の100億円に大幅に縮小された。民間資金は20億円とされ入場が原則無料となったため営業収入も見込まないこととなった。また、集客見込みも下方修正された。 通期春季フェア、花と緑のフェア4月24日から5月9日、会場内を花などの植物で演出した。夏季フェア、光と明かりのフェア8月20日から27日会場内を、電飾や映像で演出され、特別に夜間営業も実施された。また、平常戦都祭の演出もあった。秋季フェア、 平城京フェア10月1日から11月7日コンセプトは、詩人をめぐるである。東アジア未来会議なら山和慈悲法、秘物特別会長、祈りの回廊2001年4月に、県庁企画室に平城線と1300年、記念事業準備室が設置された。2005年5月に、任意団体として、平城線と1300年記念事業協会設立、2008年11月に、 社団法人化。木村章三郎2006年10月18日に、制居したため空席となった。委員総数153名委員総数22名委員、総数95名、小林洋太郎、木克根2007年11月15日現在、総員115名2010年の戦闘祭開催に、向け県内北部では、道路や鉄道を中心とした。 交通網の整備が進められた。道路関係の主な工事としては、半田道路の第二半田道路合流点、雨月時間の8車線化工事が挙げられる。これは片側に車線しかなく、慢性的に渋滞が発生していた、同区間の状況を緩和するべく、新たにこの区間に4車線の公開を作り延近分離を図るものであった。また、これにつながる形で三条菅原線と、 大森高畑線の一部の4車線化も行われ、JR 奈良駅西口から平常旧席会場まで渋滞を避けたシャトルバス運行に徴用された。旧国道24号線より東側の山上通りの歩道拡幅も行われたが、会期までには完成せず会期中は工事中断とされた。この他に西日本旅客鉄道奈良駅の高架化工事が進められ、 会期中の2010年3月に完成した。これは、従来地平を走っていた線路を、古線橋で越えていたものを、付近一帯の線路を高架西道路を地平に移す、ことによって、踏切をなくす、大規模な工事であった。完成後は、駅ホームも高架となり、駅舎も現在の仮駅舎に変わって、奈良の歴史をモチーフにしたデザインになっている。また、駅周辺は西側に、 ホテル誘致、総合保健施設、東側に商業ビルなどの再開発も進んでいる。旧駅舎は観光案内所としてリニューアルされた。しかしながら、駅前広場の再整備は、主要部分が事業化されていない状態であり、また当初の計画にあった奈良駅の2階から接続する、予定の駅東側のペデストリアンデッキは、旧国道24号線の拡幅工事が、 予定通りに進まなかったことや、デッキからの折り口をどこに作るかで、折り口周辺の店舗とそうでない店舗との調整ができなかったことなどが重なり、建設されていない。近畿日本鉄道近鉄では、近鉄奈良線大和西大寺駅から新大宮駅間に、会期中限定の臨時駅を設置する構想があったが、断念された。検討されていた設置場所は、 国道24号奈良バイパスの高架下付近だった。なお近鉄奈良線は、阪神西大阪線南場延伸工事が完了し、2009年より近鉄奈良駅阪神三宮駅間で、相互直通運転を開始している。これに加え回期中の土曜、日曜には、近鉄名古屋駅山と最大寺駅間に、臨時特急が運転された。 西日本旅客鉄道 JR 西日本も2008年に大阪東線の南区間である旧宝寺駅放出駅間を先行開業させて同線 JR 東西線経由で奈良駅山崎駅間に快速列車を走らせている当初計画されていた新大阪駅奈良駅間の列車は北区間の工事の遅れにより2010年の回帰には 間に合わず、新大阪駅奈良駅間に臨時特急列車を運転する予定に変更された。また、当初、関西空港駅から奈良方面への臨時列車の運転が計画され、平常線と1300年際の周期期間に、天王寺駅、JR 南馬駅を経由する貸切列車を運転させる予定であったが、実際には運転されなかった。2009年4月26日、 奈良マホロバカンで公式テーマソングが発表された。制作発表及び一般からのキーワード募集の際にはイメージソングだったが曲の発表は公式テーマソングになった。曲名はラテン語で音楽を意味するムジカで作詞、作曲、歌は谷村真嗣編曲は千住明。曲はバラード調でアジア各国の楽器が使われている。 平城千と千三百年記念事業協会は、選定委員によって、東京芸術大大学院教授で彫刻家の矢部内、佐氏が描いた同時に、鹿の角を生やしたキャラクターをマスコットとして選び、500万円で著作権を譲り受けた。4月15日、キャラクターの愛称が千とくんに決定した。千とくんに対しては、市民から、可愛くない、また同時が、 フッツに見えることから、フッツを侮辱している、フッツに角を生やすのは、不謹慎である、等の批判があるほか、平常戦と1300年祭を救う会を名乗る、任意団体が結成され、街頭やウェブ上などで反対運動を展開していた。さらに2008年3月27日には、奈良市と周辺の寺院の僧侶らで構成される、新木団体なんと26会が、 フッツを茶化したようなキャラクターに嫌悪感を覚えるなどとしてマスコットの再高を求める意見書を提出した。批判は非公開で行われた先行過程の不透明さや地方博のマスコットキャラとしては割高な費用にも向けられている。また着ぐるみの制作費用は約80万円だという。選定過程などに疑問を持つ地元のデザイナーらが集まるクリエイターズ会議。 ヤマトは独自のキャラクターを一般からの公募で選定し、マント君として発表した。地元商店街などが歓迎し、ポスターなどにマント君を採用した。なんと26回は同会が独自に採用したキャラクター、ナーム君を活用するとしている。この騒動で多くの報道が行われたために知名度は抜群となり、いわゆるゆる。 キャラとは一線を隠したキャラクターと相まって徐々に知名度が高まった。2010年7月時点で、セント君関連グッズのライセンス料は30億円に達した。また前述のような批判の動きを報道した新聞記者が協会職員からなじられたことがある。2008年10月25日に、彦根市で開催された、ゆるキャラ祭りに彦根で、セント君とナーム君の 仲直りが行われ、12月以降は着ぐるみの制作が遅れていたマンくんも加わり、3キャラクターが揃い踏みしてのイベント出演などが行われた。ありがとうございます。